これまでの最強 UFO カップ。少し間が空いてしまったけど、みんな元気に過ごしてるかしら？前回の振り返りをしっかりやっていこう。前の動画を見返してきてくれてもいいんだぜ。前回はゴールラッシュでしたね。私が3回、チルノちゃんが2回、霊夢さんが1回。熾烈なゴール争い、手に汗握る接戦が多かったな。UFO は2つ見つかったな。虎に翼ゴールとアイアン南部。特にチルノが見つけたアイアン南部の方は難易度79と過去最高の数値を誇るわね。へへん、そのおかげで UFO 含めた順位はかなりいいとこまで追い上げてきたぞ。まあビリなのには変わりないんですけどね。1位は変わらず3回もゴールしたサナエさんです。マリサ、あんただけ全然動きないわね。もうスタミナ切れちゃったのかしら？はん、言ってろ言ってろ。すぐに追い抜いてやっからよ。まあ3回ゴール決めたこのサナエさんにはどうあがいても追いつけませんがね。さっきから3回3回うるさいな。何をそんなアピールする必要があるんだ。3回ゴールしたので3回言いました。この言い回し久しぶりに聞いたぞ。はい、ごきげんよう。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサと、ゆっくりサナエと、ゆっくりチルノだぞ。ご視聴ありがとな。さて8年目、前年最後に私がゴールして目的地はナスになってるわ。貧乏神は私についてますが依然気絶したままですね。まずあたいが星飛び周遊で20マス離れた大網に来たぞ。あんま金ないけど新幹線カード1枚だけ買っとくか。続く私が6大都市で東京に、私が通常ダイスで青マスに、私は特急カードを使います。近づきはしたが、今回のゴールはサナエに譲ることになりそうだな。甘いですねチルノちゃん。私の目的はゴールなんかじゃありませんよ。ロイヤル EX カードです。ち、また厄介なカードを手に入れやがったな。6大都市カードに2枚の期間延長カード。万全の体制が整ってるわね。ついでに特急周遊も買っておきましょうか。ロイヤル使われる前に1回でもゴールしなければ。というわけで新幹線カード。残念、光ってないぜ。無駄な抵抗はやめることですね霊夢さん。私の圧倒的優位はもはや揺るぎません。ご覧なさい、この圧倒的な移動力の差を。それではゴールを逃したお二人を尻目に。ごめん遊ばせ。そう、これがロイヤル EX の力か。心なしか喋り方までロイヤルになってるのがまた腹立つわね。うふも。次の目的地は福井だな。貧乏神は目を覚まして私のとこに来たぜ。あたいはこのターン聞くまで農林物件を買い込む。っていつの間にデビルついてんだー。いや前の晩カットされたから動画的にはいつの間にだけど、あんた自分で拾ったんでしょ。ガチで忘れてたぞ。次もまた私がロイヤルゴールして、チルノちゃんにはしばらく借金付けになってもらいましょうか。ですわ。無理に高貴な感じにしなくていいんだよ。私は特急カードで移動し秋葉原の物件を購入。先月は会津若松を独占してたし、霊夢のやつ着実に物件を増やしてるな。そうですわ。お前が言うと嫌味ななりきんにしか聞こえない。だが私に近づいたのは失敗だったな。貧乏神移させてもらうぜ。そしてカード駅で新幹線カードを拾う。私は当然ロイヤル EX で。ふむ、目的地付近は一本道ですね。近づいて普通にサイコロを振るという手もありますが、ここは少し離れて路線が入り組んだ、歩数調整しやすい場所に留まりましょう。沼田を独占して次の月で再度ロイヤルゴールを狙いますよ。そうはさせるか、あたい渾身の新幹線カード。ふん、果たしてサイコロ4つ程度でうまくゴールできます。上手にできました。何？おお、ジェストで必要な数字を出したか。やるなチルノ。デビルによる借金地獄も回避か。賭けに出て見事成功したようね。今度は買いすぎないようにある程度の現金は手元に残しとくぞ。さて、次の目的地は秋田ですね。貧乏神は私についたわね。マリサが3マス先にいるし、ここはサイコロ振ってボンビーなすりつくな。特急周遊をケチったのが裏目に出たな。ケチったんじゃなくて自分の力を過信したのよ。どっちにしろダメじゃねえか。ただボンビーが買ってきたのはダビングカード。8000万円でも正直安いぐらいですね。さて、貧乏神が追いかけてくると分かっててのんびりするわけにはいかないな。私はトンズラさせてもらうぜ。悔しかったら追いついてみな霊夢。言うじゃないのよマリサ。絶対に捕まえてやるから首を洗って待ってなさい。私たちはそれぞれカードを使って目的地を目指します。霊夢とマリサが追いかけっこしてる間にゴールしてやるぞ。ほら霊夢、私のこと捕まえてみろよ。ふっ、待ちなさいよマリサ。昭和のカップルかな。指の間に挟まる男もいますね。よし、これでマリサに追いつけるわ。まったく張り切りやがって。そんなに私のとこに来たかったのか。バッバカ、そんなんじゃないわよ。すみません、これいつまで続くんですか。おい貧乏神、早くあいつらの間に挟まれよ。これでとりあえず貧乏神にお金取られる心配はなくなったわね。じゃあそのお金私に貸してくれよ。今月ちょっと使いすぎちゃってさ。先月貸したお金もまだ返してくれてないじゃない。私だって生活ギリギリなんだからね。いやそう言いつつ貸してくれる霊夢のそういうとこ、私は好きだぜ。バカ、早く返しなさいよ。なんだこの地獄みたいな霊魔に。金でしか愛を確かめられない女。この世の終わりみたいなカップルはほっといて、次は私とチルノちゃんの競争を見てもらいましょうか。このターンは新潟でお買い物。来月から勝負を仕掛けますね。おお、なんか名産怪獣が来るのか。新潟って言ったらあいつじゃない。いつだったか以前のシリーズでも出てきた越後屋怪獣大官だな。お代官様に袖の下を送るイベントだぜ。いやちょっと待ってくださいよ、私そんな汚い手は使いません。お前もお嬢様じゃなくて嫌味ななりきん野郎だったんだな。化けの皮が剥がれたわね。誤解ですわ。
結局2億近いワイロを貢がされる羽目になってしまいました。代わりに1000万円相当の物件をくれたが、まあ割に合ってるとは到底言い難いな。それじゃあタイの番だな。特急周遊でゴールを狙う。こんなんじゃ全然足りないぞ。てんてダメですね、チルノちゃん。いいですか、サイコロというものはですね、こうやって振るんですよ。そう、ロイヤルサナエに勝つ手段はないのか。そのピン芸人みたいな呼び方やめてもらえます。あんな悪どい手なんか使わなくても私は十分強いのですよ。正々堂々正面から攻略する、これぞロイヤルの名にふさわしい戦術ですわ。まあやってることはただのゴリ押しだけどね。戦い方が下品だよな。はい、そこ静かに。次の目的地は大気味ね。沖縄とはまた離れたな。貧乏神は私だぜ。星飛びガチャで当たりを引くまでこの辺りで適当にお茶を濁すぞ。デビルも消えたしこれで安心だな。というわけでこのターンは鶴岡で物件購入。なら私はさっき貧乏神が買ってきたダビングカードで6台都市カードを増やすわよ。そしてそのまま博多へと飛び立つ。これで貧乏神とはおさらばよ。あれからもずっとボンビーのなすりつけ合いしてたが、サナエのゴールを気に先に離脱されてしまったか。ふふん、今度はあんたが私を追いかける番よ。さあマリサ、私を捕まえてごらん。あっち行けカードで。追いかけてこいや。自分についてるボンビーを誰かのところに行かせるカードだな。受け、私のところですか。これで貧乏神と霊夢の厄介払いができたな。私は自分の意志であっちに行ったんじゃい。さらに私はキングにカードも持っている。このコンボでサナエをどん底に叩き落としてやるぜ。それはどうですかね、マリサさん。私もこのカードを持っていることをお忘れですか。6台都市カードをね。私にぴったりなすりつけた。おお、霊夢と同じ都市に移動することで目的地に近づきつつボンビーを回避した。ロイヤルの移動力もあるし、これではサナエに大打撃を与えることができそうにないな。でしょでしょ。だからキングにカードはまだ取っとこ。取っとこマリ太郎。今のお前の一言で使用を決意した。覚えてろよてめえ。ここで霊夢さんが首位争いから脱落すればだいぶ楽になりますね。キングにカードは失敗する時もある。今はそれにかけるしかない。よかったな、失敗したぞ。霊夢にとってはやかましい。キング降臨だぞ。霊夢に裁きの鉄槌が下るぞ。では私はロイヤル離脱します。まずは念のため期間延長を使いまして。おや、沖縄にはさすがに届きませんが面白い場所が光ってますね。ここにはどんなカードが売ってあるのかな。そこは唯一ダビングカードが置いてあるカード売り場。サナエのやつ、ロイヤルと6台都市を増やすつもりだな。総資産も1位、カードも強力。まさに盤石の体制になりました。これからはさらにロイヤルになったサナエさんのさらにロイヤルな戦術をお見せしてあげますよ。確かに以前よりさらにゴリ押しになってるな。やってることが完全にただの数の暴力。はい、そこ静かにでございます。さて12月、ようやく星飛びガチャで当たりを引けたぞ。あたい、霊夢とサナエはまだ九州だし、これであたいが一番近くだ。続く私が特急でサナエを追いかけるも、やはりロイヤル EX にはかなわず。何の悪用が来るかわからないけど、ここは鹿児島の物件を買えるだけ買っておくわ。このエフェクトは、次元爆弾カード8枚かな。あらあら、せっかくダビングまでした6台都市カードがなくなっちゃいましたね。私はダビングし放題ですけど。おいおい、クソゲー始まったぞ。だから1位のサナエにキングを当てるべきだって私は言ったのよ。面白くないわね。安心しろよ霊夢、明日はもっと楽しくなるから。お前のせいで楽しくねえんだよ。あとそれはロコちゃんのセリフだよ。霊夢さん最近のコアハム太郎とか知らないですよ。だが次元爆弾がもらえたのは好都合。ただでは転ばないわよ私は。ほら10円やるから転んでみろよ。そういう意味じゃねえよ。これでいいですか。プライドとかないんか。10円で尊厳を投げ捨てる女。なるほど、私にひたすら次元爆弾を送り続けるつもりですか。私がずっとあんたに爆弾を送り続ければ爆発を受けざるを得ないわよ。名付けてヤンデレラブレター作戦。ふふ、私も気になるあの子と結ばれるために思いをしたためた手紙を毎日送り続けたものよ。今も昔も爆弾を送ってたんだな。どういう意味だこら。今度の悪用はお金捨て。これで霊夢も借金地獄だぞ。ええ、今はサナエのカードを燃やすのが先じゃい。そうとわかっててムザムザと食らうわけにはいきませんね。というわけでこの次元爆弾はチルノちゃんに。なんであたいなのさ。こういうのは持ち主に返せよな。返してもどうせまた送られてきますからね。それにチルノちゃん、私は見逃してませんよ。ズバリ今のうちにダビング駅でカードを増やそうと目論んでいるでしょう。ドキ。確かに私とサナエが動けない今、無理にゴールを急ぐ必要はないわね。余裕があるうちに戦力を整えようって魂胆だな。ダビング駅止まれてないしリトルデビルまで引いてるけど。うるさいうるさいうるさい。戦力補強が必要なのは私もだ。ひっそりと暴走半島に向かってたぜ。そして今到着。テレポートカードゲットだぜ。そして私がサナエに爆弾を送って、私がそれをチルノちゃんに渡します。ねえサナエちゃん、これサナエちゃんのクラスのチルノちゃんに渡してくれない。もう霊夢ちゃん、こういうのは自分で渡しなよ。友達経由で手紙送ってくる女子中学生やめろ。そいじゃラストターンだな。まずはイエローカードを使用するぞ。次元爆弾はまだ爆発しないだろうしもう少し様子見といくぞ。結局ダビング駅には止まれずお殿様カードをゲットする値。そして変わらず一途な思いをサナエに送り続ける私。私がナイスカード駅で急行周遊カード拾って。私が霊夢さんに次元爆弾返して今年は終わりですね。お、今回は値じゃないのか。チルノちゃんには2枚渡せば十分かなと。よし、それじゃ今日の収録も終わりね。みんなお疲れー。私ちょっと用事あるから先帰るぜ。よし。
マイホームに到着到着っと。そういや今年 UFO 見つからなかったな。それよりサナエの毒草をなんとかしないといけ。FM が言ってた毎日ラブレター送ってたのってもしかして。霊夢。次会ったら殺す。8年目終了時の収益額ですね。やはりサナエが一番伸びてるな。霊夢がキングボンビーの影響でビリになったぞ。ち、総資産見ていくわよ。今回は UFO 見つからなかったのでいきなり最終順位を見せます。左の私たちが上から順番に最終順位通りに並んでるぜ。ようやくビリ脱出だぞ。ドンマイレイム、調子に乗るんじゃないわよ。まだ勝負はわからないわ。動画の面白かったところ帰る前にコメントしていくんだぞ。チャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローもよろしくお願いします。それじゃ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。また見てくださいね。